はい、どうもなぎです。どうもです。ねるめろです。はい、というわけで今回は星読む機強化優先度について、こちらをね、ねるめろさんと話していきたいと思います。イエ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 イ。はい、もうこの強化優先度シリーズもね、今回で最後、星読む機編ということで。いや、まあ、すりにすりましたね。はい。長きにこすりにこすってきた企画なんですけど、まあ、今回が最後の星読む機なんですが、ただね、今回は今までと違って、星4武器ということで、あまりにも数が多く全部をまとめようとするとさすがに無理があったので、数を絞って表を作成してきました。しました。一つ目がイベント武器がなし。あ、まあそうだね。二つ目が SAB の3段階で、C 以下はまとめませんでした。まあ、これもさすがに数が多すぎるんでね。なるほど。今回は、イベント武器なし、そして SAD の特に強化をするのがおすすめな武器を中心に話していこうと思うので、まあ、ぜひね、参考にしてみてください。まあ、前回の星5武器の優先度の動画は、まあ、そもそも武器ガチャ自体、まあ、回せないよっていう人が多かったと思うので、まあ、あんま参考にならない人もいたかなって思うんですけど、まあ、今回はね、鍛造武器も入ってるんで、参考にしてもらえたらなと。思います。はい。無課金、美課金の人にとっても参考の一つになるんじゃないかなと思います。はい。ということで、まずは表の方を見ていきましょう。ドドンと。ででん。俺が A が多くて、ネルメノさんが B が多いって感じになってるのか？まあでもちょっとまあ B は使えそうなやつを適当に放り込んだところもある。そう。わかる。とりあえず、放り込んどこっかぐらいのやつやね、B は。うん。まあ、だから、まあ S と、まあ、A の一部を参考にしてもらえたらなと思いますわ。うん、まあ、基本はこの二つを中心に話していきましょう。ということで、そんな、まずは S ランクから見ていきましょうか。来ました、S ランク。はい。ここはほぼ一緒やね。まあ、そうだね。もう5個6個でほぼ一緒。だから安心したわ、うん、正直。まあ確かにってなった。ということで。見ていきますか。じゃあまずは、サイフォス。いや、さすがにこれは S。S オブ S。まあ、サイフォスが合うキャラクターっていうのは、まあ、どうだろう。カエデハラ、カズハと、あと、クキシノブあたりになるかな。そうだね。熟知を特化させればさせるほど、持ってるキャラクターの元素チャージ効率が上がるし、他3人のチームメンバーの元素チャージ効率もちょっと上げてくれると。そう、そのサブ効果がね、本当に優秀でね。すごい。無凸でも、熟知が1000あれば、だいたい原茶 30% ぐらい。30% って結構でかいからね。で、3人に配れる量の原茶は 10% ぐらいかな。原茶 10% も結構よね。そう、貫突すればそれ倍だからね。だからもうカズハとか熟知1000ぐらいまでなるべく目標にするじゃん。カズハそれだけで原茶 60% よ。えぐいな。もう元素爆発打ちまくりやからね。しかも今回俺 S ランクに入れた武器の共通点として、星5武器を持ってても優先的に持たせることがある武器を S ランクに入れたんだけど、そうなるね、うん、サイフォスも倉庫なる J の誓いとか優秀な熟知星5武器もあるんだけど、パーティーによってはね、サイフォスを優先的に持たせることもあるので、そのくらい星4武器の中でもやっぱ突出して優秀な武器だなって思ったので S ランクに入れさせてもらいました。そのカズハのモチーフ星5武器の倉庫はサポート効果でチーム全員の攻撃力と通常銃撃落下のダメバフを配れるんですけど、その効果いらないキャラクターも中には最近出てきてるじゃん。ゲラン攻撃力別に使わないし、銃撃もそんな使わないし、そういった時ってサイフォスの原茶配れる効果が嬉しくて、うん、最近ね、その爆発が大事なキャラクターが増えたっていうのもあって、いや、イカれてる。正直この武器は星5、うん、星5です。サイフォスは S に入ってるのはみんな実質星5だから、ちょっとサイフォスは他のね、スメールで新しく出た熟知星4武器とも一線を画すレベルの武器だと思います、うん、じゃあ2つ目、ルロー学章来ましたね。はい、こいつも星5です。効果がえぐいよな。うん、場に出した時に10秒間、10秒間攻撃力 120% かダメージバフ 96% か熟知480だったかなっていう、えげつないバフがランダムで1個発動するっていう、ね、うん、何引いても強い。あと運要素は絡むし、持続時間10秒で、まあ、クールタイム30秒っていうのはあるけど、うん、それにしたってバフの量がえげつないよな。えぐい。で、しかも何がこの武器やばいって、ガチャから出る星4武器の中で唯一武器効果が会心ダメージなんだよね。そうだね。会心がついてる武器っていうのは基本的に限定武器だったり、うん、気候武器が多いけど、ガチャから出るのは唯一だね。そこも相まって、星4武器じゃないです、これは。まあ、効果が発動してる時は星5より強いですね。うん。現状ね、星5放棄が汎用性の高い武器が少ないので、ちょっと一癖ある武器が多いですね、星5放棄は。うん、それも相まって、この汎用性の高さ、込み込みで S オブ S ですね。このルローとサイフォスは S ランクの中でもちょっと頭一つ抜けてるかなっていう印象。確かに。じゃあお次が、地竜の剣ということで。私はこの武器大好きですね。ああ、大好きだね、ねるめろさん。実際強い。効果が回心率が伸びて、うん、ダメージを受けないでいると、ダメージバフが増えていきます。で、まあ、被弾するとストックはちょっと減っちゃうんだけど、まあ、被弾しなければいいし、うん、シールドで守ってあげればいいし、まあ、とにかく回心率とダメバフががっつり上がります。このね、気候っていう、美課金の人でも確実に手に入る武器で、なおかつね、回心率とダメバフを安定して盛れるっていうのが、もう、本当に強い。そう。で、この武器、
は、まあ、ちょっと欠点もあって、まあ、攻撃力は上げられない、うん、そうだね。ただそれは原神のとあるキャラクターと絶妙に噛み合ってて何言っとさんか知りませんけど、あそう ベネットさんで攻撃力を持ってあげれればもうこの武器はもう星5より強いっす、うん、そうだね。もう攻撃力問題は正直旧貴族4セットとか炎共鳴とか竜殺しとか、まあいくらでもカバーしてあげられるから、攻撃力をカバーしてあげて地竜の剣と組み合わせれば、まあ、どんな両手剣キャラクターもアタッカーになれるかなと、うん、あと正直星5体験も結構パッとしないのが多いので、あそもそも会心が上がる両手剣自体ちょっとレアよね。そうそうそう、それも相まって星なんで会心率を盛りつつダメバフを増やせるっていうのは優先的に評価したいところだね。ダメバフが上がる両手剣武器ってこれだけじゃね、もう全部汎用性があるやつで。確かにチリューだけなんよな。やっぱり星5武器も込みでもチリューの剣はやっぱり輝いてる武器かなとは思います。唯一性がある武器ですね。はい、ということでお次4つ目、祭礼の剣来ました。ちなみにこれ僕2本レベル90にします。やば、それだけの価値があるどう出張するこの武器、使うキャラクターが多いね、まあうん、特にぶっちぎりで噛み合ってるのはゆくあきですね。間違いない。あの、まあ、ゆくあき元素スキルの倍率高いじゃん。うん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 、普通に 500% とか 600% ぐらいの倍率があるスキルがあって、ただそのスキルの欠点がクールタイム20秒ぐらいあるんかな。21秒、長い。それをリセットできちゃって2連発できちまうのがえぐい。うん、でしかもその元素エネルギーもねたくさん作ってくれるので爆発が回る。ゆくあきは星5武器 も当然持たせてもいいんですけど、特に爆発の回転も良くなるしスキル2連発も超嬉しいしってことで、ゆくあきは祭礼の剣が一番よく使われますね。ゆくあきの今のこの評価の高さは祭礼の剣込みで入ってるというのも過言じゃないので、そのくらい武器としてはかなり優秀。やっぱねゆくあきの元素スキルが2回攻撃っていうのもあって祭礼が安定するんだよね、効果の発動が。うん、あとまあ祭礼の剣当然ゆくあき以外にも合うキャラクターはチラホラいて、草主人公で元素爆発ぶん回したりする時も使うし、ガイアもいいしナナちゃんもいいし、そうとりあえず元素スキルが複数ヒットするキャラだったり元素爆発が大切なキャラだったら雑に持たせとけば OK です。でまあ祭礼シリーズ全部に言えたことなんですけど、うん、まあ、精錬ランクは上げに行った方がいいよね。そうだね、精錬ランクによって結構使用感変わってくるのでだいぶ変わってきます、うん、あの発動確率も変わるし、そのクールタイムも変わっていきますよね。うんうんうん、そうクールタイムが、ね、うん、短くなるから。祭礼の剣レベル92本作るよりは私はがっつりまず上げたものを1本作る派なんだけど、あーそれは賛成だわ。俺もとりあえず1本精錬ランク5の祭礼は欲しいで、2本目は必要そうなら作っていくって感じになるかな。うん、余裕があれば。結構ね2本目があるとゆかあきプラス草主人公で開花パーティーを使う時とかにも使えるしね。ね、1本でも足りない時はマジである。そうそうそう、あれ2本目が欲しいってなるシーンが結構多かったから俺は2本目を強化しておきました。ということで、まあ優秀なサポート武器ですね、祭礼は。はい、そしてお次もう1本優秀なサポート武器、セーフ槍。また来ましたね、セーフ槍。はい、まあまあこれもね万能、マジで万能、全槍キャラに合うくない。そうだね、まあ勝利にしろライデンにしろ運気にしろロサリアにしろ、まあヨーヨーもいけるしキャンディスもいけるかな、まあトーマも爆発回したかったら持っていいし、うん、シャンリーも言わずもがな。そうで基礎攻撃力高いから別にショウ様に持たせてもいいし、うん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 、合わないのはフータオぐらいか。ちょっとそうだね、フータオは元素スキルと通常銃撃で試合で戦うキャラだから、まあでも別に持たせても別にいいよって思っちゃうぐらいには、まあ、セーフ万能です。まあ、基本は槍キャラだったら誰持たせても OK ってことで、これもねとにかく出張が多い武器だし、まあ、純粋に効果も強いしね。よく使う槍キャラってさ、うん、まあ勝利先生とかシャンリンとかだと思うんですけど、うんうんうん、あの人たちちょっと元素粒子作るの苦手じゃない。そうだね、エネルギーが出るのが少ない、ゴーパーの肺活量がちっちゃくてちょっとスキル当たってなかったりとか、うん、勝利先生の柱もね衝撃波が当たってもあんまり岩元素粒子出なかったりとかするんですけど、うん、まあ、清風で会心を出せば元素エネルギー6出てきますから、うん、まあ、それでチーム全体のエネルギー回したり勝利シャンリンの爆発回したりできるので、やっぱり清風は評価が高いかなと。あとそもそも槍キャラにサポートキャラが多いからそれ込みでやっぱ相性のいいキャラが多いので、まあとりあえずまあ1本そらしといてまず間違いない、うん、であとまあこれもさっき言った祭礼とも一緒なんですけど、清風も結構精錬ランクに依存します。そう、精錬ランク5にすれば、まあ、発動確率も 60% から 10% ずつ上がって 100% になるし、うん、クールタイムもだいぶ短くなるよね。そうだね、クールタイムも6秒に1回になるね。そうそう、で精錬ランク1だとだいぶ遅いんよな。精錬ランク1だと、12秒に1回だから、うん、やっぱりね、だいぶ精錬ランクで使用感が変わってくるので、うん、まあ、これも2本作るっていうよりかは清風シリーズガンガン精錬ランク上げていった方がいいですね。そうだね、まあ、結構こうサポートキャラだとやっぱ会心率が若干盛りづらかったりすることもあるから、会心発生したのにセーフの効果が発動しないとちょっと悲しい気持ちになっちゃうので、あ、なりそう絶対なるわ
できれば精錬ランクは上げておきましょう。まあ2本じゃなくてとりあえずまず1本ちゃんと精錬ランク上げていってください、うん、ということで俺の S ランクはこの5本なんだけど、もう1本ね、まあ、俺も A の上位に入れてるのでおおむね同意なんですが、漁獲がねねのさん S ランクに入ってますね。はい、元素チャージ効率が伸びて効果が爆発の回心率とダメージバフかな。でまあ特に合うのは、まあ、ライデン将軍とシャンリンになると思うんですけど、ツートップです、まあ、絶縁4セット持たせてこの漁獲持たしときゃもう螺旋12層も全然いける。だって星5武器のね草薙があると思うんですけど、ライデンのモチーフ武器のこの漁獲 0.9 草薙とか言われてますからね。いやまあ精錬ランク5で手に入るのがでかいと思うんだわ、無課金でも。確かに確かに、誰でもね頑張ればセレナック5になるから。いやそう、セレナック1とかだったら、まあ、やっぱりそんな 0.9 草薙とか言われなかったと思うねんけど、うん、そう無課金でも魚釣り本当大変なんだけど頑張りさえすれば手に入るのがいいのかなと思って、まあ、S に置いてます、うん、さっき紹介したサイフォスとか、まあ、チリュウもそうだけど、なかなかね精錬ランク5に上げるのが大変な武器って結構多いので。ピックアップ1回しか来てない。1回しか来てないんだっけまだ。あ、まだ1回だけだよピックアップ来てる。えぐ。チリュウもねバトルパス5回分ですから。そう、単純計算何ヶ月かかるんだって話なんでそう考えるとやっぱ大変とはいえ確実にね精錬ランク5にできて、これだけ評価の高い武器が誰でも手に入るっていうのは間違いなく大きな長所ですね。だと思います。一応俺も A のトップには置いてるんですけど S でも全然納得です。ありがとうございます。はい、ということで以上 S ランクですね。サイフォス、チル、ルロー学章、サイレの剣、セーフ、そして漁獲、このあたりはもう原神やり込んでる人たちだったらもう多分みんな口揃えて、まあ、上げちゃうぐらいには間違いのない星4武器だと思います。はい、星5武器を全武器持ってる人でも多分ここら辺はねレベル90にしてる人が多いんじゃないかなって感じです。はい、ということでお次 A ランクいきましょう。いきましょうか。ちなみに俺が A ランクに選んだ基準としては、星5武器がなければまず間違いなく強化しておくべき武器なんじゃないかなっていう評価基準で入れました。自分もそんな感じですかね。あとは、まあ、まあ今後追加されるキャラ次第では全然この武器バンバン使われるわっていうものを A に置かさせてもらいました。なるほど。ということでじゃあまずは A ランクで俺とネルメノさんで共通してる武器が、祭礼の意味絶弦、気候武器の砲器と片手剣と槍で、最後にスメルの鍛造武器原木刀ですね。どれからいきますか。じゃあまずは祭礼の意味からいきましょうか。まあ、サポート武器ですねこれも。あ、サポートですね。そうですね、スキルがまた確率でリセットされて2連発できるようになるという武器です、うん、やっぱりねその祭礼の剣とかもそうだけど、サポートの星4武器って星5武器とはまた方向性が違うから、あの優先的に強化したくなっちゃうよね。であと、まあ、よく使うのは、まあ、ディオナとかかな。スキル長押しで、まあ、クールタイム15秒ってちょっと長いんですけど、まあ、それをリセットして、うんうんうん、でディオナは結構氷元素粒子が作れるので、それで2連発とかしたら、まあ、氷元素粒子が、まあ、調子いいと8粒とか作れるんで、うん、まあ、それをエウルワとかアヤカに食べさせて爆発をぶんます。ディオナはサイレンの意味を本当によく見かけるで、うん、でサイレンはいいところがあって、なんか一応サポート向け武器ではあるんだけど、基礎攻撃力が、うんうんうん、まあ、サイレンの剣と違って565あります、まあ、なので福明みたいにスキルの倍率高いキャラが来たら、まあ、なんとアタッカー用でもサイレンの意味いけるんじゃないかっていうレベルです。シンプルにサイレの弓も持たせれるキャラが意外と多いんだよね。そうだね、弓矢キャラも最適解とまでは言わないけど、まあ、とりあえず持たせとくかみたいな感じで、まあ、ベンティに持たせて爆発ガンガン回したり、まあ、イエランに持たせたり、まあ、ゴロとかファルザンに、まあ、雑に持たせることができるので、レベル上げといて絶対損しない武器ですね。うん、まあ、A ランクのトップぐらいにはねなかなか入ってくるんじゃないかなと思います。思います。続いて、お次絶弦ですね。これはもうバージョン 1.0 の時からだいぶ評価高かった武器ですね。効果がシンプルに強くない？ダメバフ48%はやばい。そう、精錬ランク5でスキルと爆発のダメバフが、まあ、無条件で 48% なんで、うん、まあ弓矢キャラで、まあ、スキル爆発で火力出しときたかったらとりあえず持っとけよ、そういうレベルです。最近だとそれこそイエランに持たせて、ああイエラン絶弦強いで、あ、蒸発を起こしつつ、まあ、元素スキルとかを使ってあげると一発ボーンってとんでもないダメージ出るんで、あと爆発の倍率高いキャラだと一応タルタリアとかも爆発の倍率高くて、で熟知もね蒸発パーティーとかだと生きるんで、まあ、タルタル、ベネット、シャンリン、カズハみたいな編成だと絶弦タルタリアが採用されるケースもあります。で、まあ、今はスメール環境ですから、はい、熟知が大切なんです。まあ、熟知もだいぶね蒸発だけじゃなくて激化とかでも活かせるようになったので、うん、まあ、ティナリに絶弦を熟知稼ぐ目的で雑に持たせるのもありですし、まあ、コレイもねなかなかいいダメージ出るんで、まあ、とりあえず草キャラはやっぱ熟知雑に盛りつつ、ね、絶弦のダメバフ効果もあるんで、そんなねこう攻撃力が必要ってわけじゃないので、やっぱ草キャラは熟知でちゃんと攻撃力不足も補っていけますね。そういう意味でも攻撃力がないっていうデメリットがある武器ではあるんですけど、絶弦はそこも草キャラに持たせる分には問題ないということで、とにかくスキルと爆発のダメバフ無条件で 48% 上がるのがえぐいってわけでノミネートです。はい、じゃあお次飛行シリーズの砲機と片手剣槍3種、飛行武器3種はやっぱ回心率盛りつつ
まあサブ効果でね火力上げる効果もついてるんで、まあ雑にアタッカーに持たせたい星4武器だね。おー、うまくまとめましたね。はい。で、一応今回ね、ノミネートされなかった弓に関してなんですけど、これについてちょっと触れておきましょうか。総帥の主力級か。これは、他の武器と違って、ダメバフとか攻撃力アップとかじゃないっていうのが。あ、なんか風の竜巻を作る効果はめっちゃ面白いんだけど、あれ物理ダメージだからね。うん、そう。追撃系はやっぱどうしても評価低くなっちゃうので。まあなんか物理型フィッシュルとかだとちょっと面白い運用ができたりするんですけど。まああれもセレなんか上げてからの話なんで。そこら辺考えると、片手剣、槍、砲機の3種類は攻撃力だったりダメバフだったりが武器効果で入るので、うん、まあ A ランクで間違いないかなと思います。はい、思います。最後共通してる武器が原木刀ですね。これは完全にベネット武器やね。とりあえずベネットに持たせる武器で悩んでる人は原木刀で OK。 ベネットっていうキャラクターが基礎攻撃力高ければ高いほど攻撃力をサポートできる量が大きくなるんで、うんうんうん、まあ、なるべく基礎攻撃力高い武器を持たせたいです。で、星4武器で原木刀は565あるので、まあ、かなりアウト、はい。しかも元素チャージ効率も漏れると。基礎攻撃力高くて原茶もあるっていうのが本当に原木刀だけなんよね。一応原茶が伸びる片手剣は祭礼の剣とか清風剣とかあるけど、あれ2本とも454なんよな。低いね、基礎攻撃力が。どうしてもそこがベネットに持たせるときはネックになってくるから。そうだから原木刀の数値が出たときは湧き上がりましたね。原木刀を持たせたベネットであれば、攻撃力も漏れるし、回復もできるし、味方の元素熟知を強化することもできると。まあ草元素と組ませたとになるけど、うん、まあ、全然使えるね、その効果も。まあ、ただ現状ベネット草元素と組み合わせるかって言われれば若干怪しいので。あ、でも効果腐っても使うから大丈夫。武器効果腐ってても結局基礎攻撃力の高さと原茶があるっていうのがやっぱ大事なんで、うん、原木と、OK、効果は気にしないでも大丈夫、はい、効果はまあおまけです。キャラと組み合わせる時だけちょっと意識してあげましょう。はい、はい、その通り。ということで以上6つ、祭礼の意味、絶弦、気候シリーズの砲機、片手剣、槍、最後に原木刀。この6つが A ランクで共通しているところだね。うんうん。まあこのまま順番に話してってもいいんだけど、ちょっと動画の尺が大変なことになりそうなので、これは A だろうみたいな、これは B だろうみたいなのない？いやー、ねえかな。なし？マジか。じゃあ、紹介したいの S と A でも言い切っちゃった。なぎさんの3でいいよ。まあ概ねお互いどっちの意見も。ほぼ納得だからな。うん。まあ、正直私がもう主張したいのは、うん、とりあえず、サイレとセフのセレなんか上げとけよって話やから。間違いない。とりあえず S の武器強化しとけよっていう感じですね。なんで、あ、ちょっとね、A の話してない武器とか B の話してない武器もいっぱいあるんですけど、まあ、あくまでも表参考にする程度でお願いします。ちょっと B は、まあ、使えそうかなっていう武器を放り込んだので、うん、まあ、なんか、これもこれもっていう武器もあると思うし、抜ける武器もあると思うんですけど、まあ、S と A の一部が合ってたらいいかな。そこだけちょっとベースでね、着目してもらえればと思います。一応俺が B に入れた基準としては、星5武器がなければ強化してもいいかなって思える武器をざっくり B に入れました。黒眼とかね、そんな感じだね。あ、そうやね。まあ、評価基準としては大体そんな感じですね。あとね、今回はイベント武器は省いたんですけど、まあ、再入手できないっていうのもあって、うんうん、イベント武器の中でも優秀な武器っていうのは結構多いので。例えば、バージョン 2.7 の配布武器のラッカっていう弓矢がございまして。よう、バージョンまで覚えとる。基礎攻撃力565で、うん、高いじゃん。でサブ剣茶よ、うん、で効果が、まあ、なんかタイミングによって変わるんだけど、ダメージバフが段階で上がるっていう感じの武器やね。うんうんうん。あ、一番配布武器ですると思う。あ、ラッカが一番評価高い、私の中ではね。あとはあれかな、バージョン 2. いくつだったかな、 2.5 かな、誓いの冥道っていう武器もあって、砲機で。あー、そう、なんかこう70点80点ぐらいの武器が多いよね、イベント武器。あ、そう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 。90点とは言えんけど、初期のね配布武器は変なのが多かった。ただ最近の配布武器はなんか、お、使える使える使える、80点かなみたいな、まあ、とりあえず武器効果は結構優秀みたいな。そう、はい、ということで、まあ、イベント武器に関してはちょっと今回ね、はい、持てない人も多いと思うんでスルーさせてもらったんですけど、あ、星の武器とかガチャで当たった際はこちらの表を参考にしながら育成してみてください。まあ、S と A をお願いします。まあ AB は結構人によって意見違うと思うんですけど、そこら辺はね、参考の一つ程度で捉えていただけると幸いです。それでは今回遊びに来ていただいたねるめのさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらからチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。